はい、皆さんお元気でしたか。皆さんの生活に役立つ商品をご紹介するラジオショッピングびっくり再発見の時間です。では今日も素敵な商品を紹介してくれるゲストをお呼びしましょう。くだらないものを見事に生活必需品にでっち上げる天才アドンさんです。やあサムソン、今日もまた素晴らしい商品を紹介しにやってきたよ。今日の商品はスタジオに来ているお客さんもびっくりの優れものさ。本当かい？またくだらないものをアレンジしてお客さんの受けだけ取って帰るんじゃないだろうね。ひどいなサムソン、僕はお笑いじゃなくてショッピングアドバイザーなんだから。これは失礼で、今日はどんな商品なんだいアドン？これさサムソン、これはお子さんのいらっしゃるご家庭にはなくてはならないものだと思うよ。アドン、これはただの自転車とヘルメットじゃないか。これならどの家庭にもあるんじゃないのかい？いやだなサムソン、どこ見てんだい。今日紹介する商品は自転車じゃなくてこの特殊ヘルメットとハンドルに取り付けてあるこの機械だよ。ほらサムソン、このヘルメットをよく見てごらん。これはパラボラアンテナなんだ。でこっちはカーナビのモニターさ。ははーん、わかったぞ。子供たちがサイクリングに熱中して自分がどこにいるのかわからなくなった時、この機械が威力を発揮するって寸法だね。ドンピシャリ、その通り。よくわかったねサムソン。この機械名付けてチャリナビ。モニターの方を家に置いておけばお子さんの行き先が一目でわかってお母さんも安心ってわけさ。それにシステムを使うたびにパラボラヘルメットをかぶんなきゃいけないわけだから、交通安全にも貢献してるってわけさ。こりゃいつになく素晴らしいものを紹介してくれたねアドン。これで迷子も激減だね。じゃあ最近増えてきた赤ちゃんの迷子にも利用できるのかな？もちろんさサムソン、可愛い赤ちゃんにこのパラボラヘルメットをかぶせとけば赤ちゃんが一人でベビーカーに乗ってどっかへ行ってしまっても大丈夫。お母さんには赤ちゃんの行き先がちゃんとわかるのさ。そういう時は名付けてベビーナビに早変わりさ。そうか、じゃあパパが朝出勤するときパラボラヘルメットをかぶらせておけば残業で遅くなるなんて下手な嘘はつけなくなるわけだ。その通り。名付けてパパナビでママの厳しいチェックが入りますよ。気をつけないとね。じゃあその逆にママの方にパラボラヘルメットをかぶらせておいてママナビとして使えばパパの留守中の真昼の常時対策にも、まあ、一役買いそうだね。そう、新婚の亭主は家に残してきた若妻のことが気になるらしいからね。これさえあれば何でも居所が分かってしまうのさ。ボーイフレンド用に彼ナビ、ガールフレンド用にギャルナビと何でも来いさ。どうだい、素晴らしいだろう。いや全く素晴らしいよアドン。客席のお客様やラジオを聞きの皆さん、あなたのご家庭にもワンセットいかがですか？ところでサムソン、こいつのとっておきの使い方があるんだけど、わかるかい？なんだい？もっと素晴らしい使い方があるのかい？もったいぶらずに教えてくれよ。よし、それじゃあ教えてあげるよ。このパラボラヘルメットをかぶって車に乗ればカーナビに早変わり。どうだい、すごいと思わないかい？うわー、こいつは驚きだ。そんな使い方ができるなんて思いもよらなかったよ。いやアドン、今日は本当にありがとう。またくだらないものを紹介しに来てくれるかい？ああ、もちろんさ、約束するよ。それじゃあ皆さん、ラジオショッピングびっくり再発見でまたお耳にかかりましょう。さようなら。